最近話題のチャット GPT、 結構使っている方多いんじゃないでしょうか。アメリカのオープン AI が開発したものですが、本当にすごい。今後さらなる発展が期待されているんですが、まだまだ不安定ですし、場合によっては危険も伴います。読売新聞が特集で書いていますね。生成 AI による対話型サービスチャット GPT が爆発的に広がっている。社会を大きく変えることが予想される一方、多くの問題も浮上している。チャット GPT の抜け道、検閲を免れる方法、犯罪者が集まる闇サイトの掲示板にはこうしたタイトルが乱立している。チャット GPT は利用規約で犯罪目的の使用を禁じ、回答を拒否する仕様となっている。ただ掲示板ではいかに制限をすり抜けるか盛んに情報交換が行われている。質問や指示の仕方を工夫し、犯罪などにつながる回答を引き出す手口はジェイルブレイク、脱獄と呼ばれる。攻撃者の巧みな問いかけでチャット GPT はコンピューターウイルスを生成し、個人情報を盗み取るフィッシングメールの文章も示す。爆発物の作り方も瞬時に答える。チャット GPT を開発した米新興企業オープン AI 自身も偽情報が生成されることに危機感を抱いている。今年1月、同社が米ジョージタウン大などと共同で発表した報告書では、 AI が生成する偽情報のリスクを最小化する特効薬はないと明記し、脅威に対応するための新たな制度や連携が必要だと訴えた。正しく使えば有益なんですが、犯罪なんかに使われる可能性もあると。さらに個人情報だったり、企業が使う場合はその質問のやり取りの中で情報が流出してしまう可能性なんていうのもあるわけですよ。記事にもあったように、偽情報が作られてしまう可能性もあります。これからの社会って今まで以上に情報に流されないように気をつけないといけないですよね。まあそれが難しいんですけど、チャット GPT じゃないですけど、画像生成 AI なんかもどんどんすごくなってるでしょう。特にエロの分野なんかね、とんでもないことになってるぞと友人が言ってました。まあともかく現状でも結構すごいんですけど、発展途上なんですよ。まだ現状のチャット GPT は事実関係を間違ったりしますからね。試しに立憲民主党の小西洋之さんに聞いてみたところ、こう返してきました。小西洋之は政治家であり、立憲民主党の衆議院議員です。小西は1971年に神奈川県横浜市で生まれ、法政大学社会学部を卒業後テレビ局に勤務していた話があります。議員活動では消費者保護や労働者保護など社会正義のテーマに関する力を注いでいます。特に過労自殺やブラック企業問題についての取り組みが知られています。原発ゼロを着陸など平和や環境に関する問題にも引き続きでございます。小西は自身のツイッターなどを通じて若者層を中心に支持を集めています。また自民党や政府に対して批判的な発言や質問を行い、野党としての存在感を示しています。いや、こんなのね、やっぱ笑っちゃいますよね。内容的にはデタラメですよ。なのでこれ、小西さんだったらね、チャット GPT に法的措置しかねません。経歴めちゃくちゃですよね。実際の小西さんは1971年、徳島出身で、東大を出て郵政省から総務省、そして炎上国会議員っていうか、これ衆議院ってありましたけど、参議院ですからね。ツイッターで若者を中心に支持を集めてるっていうのも全然違うんじゃないでしょうか。野党として存在感を示しているというのはその通りかもしれませんね。まあ炎上的な意味でね。このようにチャット GPT はまだまだちょっと不完全なところがあるわけですよ。ただそれでも質問内容によってはその回答がかなり現実的だったりするんですよね。今回統制が芳しくない立憲民主党についていろいろと聞いてみました。ただこれもね、いくつか質問したんですけど、情報が古くて当初はまだ枝野さんがやってることになっていたりします。まずはなぜ今の立憲民主党の支持率が低いのかというのを聞いてみました。立憲民主党の支持率が低い理由にはいくつかの要因が考えられますが、主な要因としては以下のようなものが挙げられます。政策の透明性や実現可能性が不十分であること。立憲民主党が掲げる政策は社会保障、格差解消、環境問題など広範囲にわたっていますが、その中でも具体的な方策や財源についての説明が不十分であるとの批判があります。また立憲民主党が掲げる政策が実現可能かどうかについても疑問視されることがあります。結党の経緯や歴史的背景からくる評価の低さ。立憲民主党は民進党を母体として結成された政党ですが、
民進党自体が政治的信頼性を失った結果、立憲民主党にもその影響が及んでいるとされます。またかつての民主党政権下での失政や混乱が立憲民主党にも影響を与えているとの指摘もあります。政治家の人物像やイメージの問題、立憲民主党には過去に不祥事を起こしたりイメージの悪い政治家が所属していることがあります。そのような政治家による発言や行動が立憲民主党全体の評価を下げているとの見方もあります。政党間競争の激化や他野党との連携の問題、立憲民主党が野党として自民党に勝利するためには他野党との連携が必要不可欠ですが、野党間の意見の食い違いや足並みの乱れが立憲民主党の支持率低下につながっているとの指摘もあります。以上が立憲民主党の支持率が低い理由の一例ですが、実際には様々な要因が絡み合っていることも考えられます。その通りですよね。具体性がなくて国民は呆れてるわけですよ。でこの2番目も痛快ですよね。民進党自体が政治的信頼性を失っていて、その影響が及んでるってまさにじゃないですか。イメージの問題もその通りだし、野党の足並みが乱れてるっていうのもまあそうだし、すごいわ。これ現実的な論評なんじゃないでしょうか。じゃあ今後立憲民主党が支持率を上げていくためにはどうしたらいいのかっていうのも聞いてみたんですよね。その結果がこちらです。立憲民主党が支持率を上げるためには以下のような取り組みが考えられます。政策の明確化と発信、より具体的で明確な政策を提示し、それを丁寧に説明することで有権者に支持される可能性があります。またそれらの政策を実際に実行することで有権者に信頼を寄せられるようになるでしょう。党内の結束力の強化、党内の意見の相違をできるだけ解消し、一体感のある党へと変化することが求められます。これにより有権者は党に対する信頼度が高まり、支持率の向上につながる可能性があります。選挙区での戦略の見直し、小選挙区制度下では候補者の個性や支持者層に合わせた戦略が必要です。選挙区に応じたアプローチや候補者の選択など戦略を見直すことで有権者の支持を拡大することが可能です。メディアでの露出増加、マスメディアを通じた露出を増やすことで党の存在感を高めることができます。ここでは党の政策や取り組みをより広く伝えるために SNS を活用することも大切です。若者層の獲得、若者層に向けた政策を提案することで新しい支持層を獲得することができます。特に若者層は SNS を通じて情報を収集しているため、 SNS を活用した広報活動や若者の意見を反映させた政策作りが求められます。この内容ね、確かにその通りだなと思うんですよ。ただ立憲民主党に実行するというのは難しいですよね。ついね、自民党批判に偏ってしまいますから。最近もあんなうな丼批判とかさ、やってる場合じゃないと思うんですけど、それでもついやっちゃうのが立憲民主党なんですね。今の内容ってどっちかといえばあれですよね、国民民主党が実施しているんじゃないでしょうか。政策の提案路線だったりとか、党内の結束強化だったり、まあ結果的に若年層の支持者も多いと言われますしね。割とどうでしょうね、ネット見てると国民民主党に対するまあ、好意的な意見というのも多いと思うんですよ。まあ真面目な路線ゆえに目立たないっていうのはありますけれども、じわじわと浸透しているかな。こんな感じでいろいろ対話をしながら答えてくれるので楽しいんですよ。あと立憲民主党が掲げるべきスローガンも聞いてみたんですけど、これどれもねそれっぽい感じなんですよね。ありそうです。小西さんについて聞いたものはちょっと日本語も変だったんですけども、今後ねさらに自然になっていくでしょう。となると懸念されてるように、まあ、論文ですとか読書感想文ですとかそういうものにも使われちゃうんじゃないかなっていう。あとは AI 小説ね、まあこれ禁止にしたところでもう多分ね精度上がってったらわからないと思いますよ。本当にすごい時代になったものです。うな丼大臣更迭の件ではあの蓮舫さんもツイートしていましたね。国家公安委員長の職責を離れて存分に食事の時間を楽しんでくださいと書いてるんですけど、ほんとしょうもないですね。やっぱりこうどんなアドバイスを受けたとしても実行できなければ意味ないですからね。いやーね、でもそれが立憲民主党なんですよね。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。